ちは。こんにちは。今回は、サメの手と松葉貝を取りに行きます。昨日、ユッキーとキムと、はい釣りに行って、はい、そこにね、亀の手がびっしり生えててね、お宝の山だ、宝の山釣り岡ハウスの方で、はい、一回食べたら美味しかったんだよね。そうですね、あれアマゾンで買ったんだよね。はい、注文しました。美味しかった。高かったよね。高かった、高かったですね。キロ4000円とかだったよね。はい、で、それがびっしり生えてて、よし取って食おうぜとか昨日言って、はい、電話したんだ。はい、漁協に電話したら、いろんなところにたらい回しにされて、はい、結局県の方に電話したら、うん、OK ですって言ってくれて、でついでにね、松葉貝があってね、はい、その松葉貝をブラクリにつけて釣りしようってなったから、はい、松葉貝はどうですかって言ったら、はい、別に餌にしても食べても全然問題ないですよって言われたから、翌日、はい、まさに今ですね、はい、再び亀の手と松葉貝をゲットしに3時間の道のりそして30分の獣道を合計3時間30分かけて再び行ってます。松葉貝の煮付けと亀の手のお味噌汁、はい、するとメインが足りないんじゃないかってことで、はい、帰りに穴釣りして、おで荒カブの塩焼きとか、いいっすね、酒蒸しがいいな。あ、はい、したらもう和食一品できました。完璧ですね。それでは、はい、断崖絶壁で、はい、取るぞ。よし、せーの、えいえいおい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。到着しました。はい、はい、これ見てください、はい、釣り厳重注意です。はい、死亡事故が多発してます。はい、見てください、これライフジャケット磯靴。はい、完璧。はい、これ見てください。はい、ここ置いていきます。あなたね、結構あらかね、結構あらかよ、これ結構あらかよ。で、行くのあそこの磯、はい、あそこ結構あらかよ。何かあった時連絡してもらったら遺言言っとこうか。残す、3人とも死ぬかもしれんけん、そのカメラ拾った人用に遺言言っとこうか。とりあえず行こうか、とにかく、はい、めっちゃ水きれいやん。はい、なんか行きましょう。とりあえず死んでもこの動画上げてほしいですよね。もし俺らが死んだらさ、はい、キムか誰か編集しちゃってみんな気をつけてくださいね。はい、終わったん、もう本当に筋肉痛だったけどで、今回、はい、県に電話したところ、はい、法的には、はい、その貝取るの全く問題ないけど、はい、大量に取って帰り寄ったら漁協の人が何食かいってなる、トラブルの原因にはなるらしい。でもまあ取っとくか分からんけど、そう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 、いや、まあどっちにしろ食べる分しかどうせ取らんけど、そうですね、食べる分必要最低限、はい、取って帰りましょう。 OK です。ここ見たら釣りしたか釣りしたかっすね。ちょっともう一回来よう、これデカジカ釣りしたくなるわどがず買い取りよってナブラのブワーって巻いたら公開しかしないよ。そうそう、滑らして、そうです、ありがとう。わあ、怖い、危ないよみんな。また来たぞ、難関が。難関来たぞ、第三の難関。ここを宗男さんとあのでっかいクーラー担いで行ったんですね。行った2年半前にこんなクーラー担いで氷だけ入れて氷だけ入れてで、氷だけ持って帰ってきた昨日人いっぱいいたけど、今日誰もいない。へえ、やってみよう初心者なんだからやってみよう見て、ここあー崩れてる、さっきも崩れるここおー怖っ、怖っ、ギリギリは歩かないようにしないとですね。ね、ほんとほんと、お早速発見ですか。亀の手発見しました。オッケー、ほんとだ、あ、松葉貝もいっぱいある。おー、やった、はい、みんな、こっち集合。ほんとだ、いっぱいだ。口座を開きます。はい、でこれほんとにさ、はい、前ね、なんかサバイバル中に食べたんだ、許可取って、はい、松葉貝、松葉貝めちゃくちゃうまかったから、うん、これはちょっといっぱい食いたから、これはいっぱい取ってきます。そうですね、で、コツあります。はい、
ゆっくりギュッと力入れたら、はい、ピターって張り付かれるので、あーキューってですね、力を一瞬でプッと、あダメだもうこいつに張り付いた、取れなくなった。そういう時はでもマイナスドライバーで行くよ行くよ、一瞬の力でチュッてほら、おお、ひつく前に取れる。これ松葉貝、はい、アワビみたいな味がするですね。あ徳ちゃん火つかれた。下手に俺の説明聞いてたんか。行くよ行くよ行くよ、ほらこういうことだ。とりあえずは松葉貝をいっぱい取ろう。でも亀の手もいっぱい生えてます ね、こここれ本当場所によっては禁止とかあるかもしれない、はい、多分松葉貝亀の手とか漁協権あるのは少ないと思うけど、うん、もしかしたらですね、向いていくのが一番電話してから、うん、もう本当に普通に逮捕されるから、うん、密漁になりますからね。普通に密漁で逮捕されるから、うん、動画見て、いやあの人たち問い合った件がって言われてますね、うん、ヒント件があっておのおのでね、はい、亀の手とロープを取りやすそう。ちょっと一個だけ取ってみるね。取るの結構ほら、おあでもやっぱちっちゃいですね。これがちぎれちゃう、この中が食べれるんだよね。そうそうそう、ゴリ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 、おほら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 おほら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 、おで、水に使ってたやつが取りやすいらしい、うん、あこの間アマゾンで頼んだやつはほんとでかかったね。食、ね、うとこいっぱいあったですもんね。何年ものでしたろ。あ、でもこれ1個取って端っこが見えたら取りやすい。へぇ、この状態になったらもう取りやすい。あ、なるほど。ここら辺を根元からピュッてやったらほらほら、うん、根元から取れる。こんなのもあ、もう見えてますね。ね、食ってよ、食ったほら下に生えとって、生えとって言うたらよかったね、うん、下に夫より、上に夫の方がでかかね。へ下方もかとの、だんだんこうでこうなっていく。へなんでだろう。次のポイント行こうか。はい疲れたわい。ちょっとでかいの探してみようか、伝説の、はい、巨大巨大亀の手、亀の手と巨大松葉ガニ、ガニじゃねえガニ、松葉ガイ。ここにカカサだけはご立派なやつもカカサカン行きます。へぇ、ここがすごい。いやね、亀の手だらけだ。やば、牙みたいになってるもん。ウートランプでバラでなくなった。でかっ、それ太かいですね。太かあ、力強い。おっしゃ、うぅー、うわー太かですか。バラい虫入った。ほら、これ全部虫、ほら、うわほら、うわ、ちょっとこれ全部虫、グロ注意。あ、ここいっぱいあるの。一匹目、虫なし。お一匹目、あ、虫なし。お一匹だけ確認されましたが、ちょっと完了でございます。二匹目、虫なし。おーし、おーし、当たりやった。何やのか、これ水のあるところで虫のおられたよ。3匹目虫なしですが、当たりです。おお、手にいっぱい虫が落ちてきました。虫あり。虫ありは貝が濁ってます。なるへそ、見てください、この色の差。ほんとや、虫ありは本当だ、濁っております。若干違いますね。お家へどうぞ。そんなところに気づく用来者やっぱね、徳次郎さんの見解、亀の手近くのやつは虫がいた。おでね、水辺の近く巨大貝。おさあ、虫いると思いますか。俺はいないと思う。周りには亀の手はちょっとありますね。徳ちゃんの見解で言うと、いるいるね、いないと思う俺。答えは取れないでした。あ、カニだ、カニもいた。はい、おい、虫なしなし。おほう、言うた通りやった。嘘つけ。いきます、虫なし。おぉ、ミコラさん、あれこれ、あそこ端っこ、これでかっ。なんだこりゃ。でかっ。見せてんの。うわ、虫だらけ。
これ多分ね、貝よ、ちっちゃい貝よこれ。ほら、ちっちゃい貝。こういう貝、これあるやん、これ。この貝がいっぱいね、吸収されとっちゃう、ほら。ほら。で、虫もあり。虫もあり。食べようとですかね。でけえこれ。でかかね。巨大。これさ、欲出してでかかとか特権虫のいっぱいおってるのか。それバラエでかか。いきますばい。でれん。虫なし。なーし。オーケー。ナイス。そこにもおすもんね。虫なし。虫なし。一匹あり。よし、でかっ。あ、水の出し方分かった、いくよ、見よって。ピューって出る。虫あり。あ、貝だ、貝が挟まってるだけ。貝あり。貝挟まれ、貝の男にキューって必要だったでしょうね。あ、ほんとね。あーは、貝貝ずっと言いようやん、貝って。ずっと前からも言いよう。分かっとったけどさ。そんな言い方する。あら、パラダイスいます。お、ほんとだ。こいつ強い。健康体だから虫なしだな。バラいつよか、こいつ。なんだこいつ。お、だめだ。虫なーし。虫の入る隙間長かったですね。強力やった。いくよ。またここパラダイス発見した。パラダイス。すげえ。いっぱいある。虫あり。虫あり。虫なし。虫なし。虫なし。なし。虫なし。大量。ここいっぱいあるばい。取りにくいところにいっぱい。どこ。うわ、蜂だ。うわー、取れないこれ。この体勢じゃ入ろっか。結構取れたんじゃないですか。おもとないよもん。見てみよう、最後にチョーカーを。オープン。オーケー。横サイズばっかり取れとんね。ね、よし、これ入れて帰ろう。はい、よいしょ。よっしゃ。それでは、はい、次に近くのテトラで穴釣りして、はい、最初に言った主食のメインディッシュの根魚と、はい、貝と味噌汁の亀の手、はい、もうちょっとそれます。今から帰るところはカメラさん見てください、はい、あそこね、はい、まずここから行くね、はい、ダビューって行ってはしご登ります。はい、あそこはしごありました、ね、シューッと崖沿いシューッと行ってあの正面、ここですね、あの崖を登っていきます。で、やっとゴール。ゴールです。リアルサスケやんね。マジで。帰りましょう。はい、戻ります。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。